次僕が気にしてるのは次の足、次の手、これ引っ張り込んでバカってくるからね。だから触った瞬間に四角に入る、そういう練習、触った瞬間に四角、こうギュッてやってたらこうきついきちゃうの。だから触った瞬間にこうで姿勢、そういう感じね。じゃあやってみましょう。どうぞ。次はこう来たね。今はこういうふうに姿勢まっすぐ。ほんで彼が例えばこれやってくるとき、いやいいよ、やんなきゃ、なんかやって、なんかやって、なんかボガってこう来るのね。でその前にこう姿勢がちゃんと、自分が姿勢が正しければボガってくるときに姿勢できるのね。だから半歩早いの、僕の方がね。だからこうやって入って半歩早いので、彼今考え止まってくれてんだけど、これこうやってやったらこうやって行く途中に引っ張り込んでくるとか、そう引っ張り込んでくるとか回ってくるとか、そうそう、でバカってね来るのね。で来る前に姿勢がよければできるの、こういうふうに。半歩早いから、僕の方が早いから、こういうふうに来て半歩早いからこのままこう出れるのね。待ってたら来ちゃうよ。待ってたら順番だから、彼の方が順番。でも順番は僕がずっと順番持ってんの。だからずっと初めから最後まで順番をだから彼に与えないっていう形ね。それで上と下早いの、僕の方が早いの。そして下も同じ下したらすぐ下を落とすの、こういうふうに。でこう正中線ね、正中線大事だから、正中線、ここでやってんの、これこっちでやらないの、こっちでやらないの、こっちでこういうふうにやらないのね。これと持ってかれちゃうから、自分がこういうふうにここに入れとくの。そしてこうで、いつも正中線。じゃあ上と下やってみましょう。どうぞ。ここに来ちゃうと彼女のよりどころにここをしないっていう練習なので、こう力入れてたらこうやって力をやっつけてやろうと思ったら彼女のよりどころになっちゃって、ここは彼女に捉えられちゃったらやられちゃうんだよね。だからよりどころ作んないの、こうやって、ほら全然知らんぷりしてんの。知らんぷりしてて重心もらったの。だから力抜く練習っていうのはそういう話、力入れちゃったらよりどころになっちゃうんだ、彼女の支えになっちゃうの、これね。彼女が場所分かっちゃうの。だから分かんないようにしてんの。分かんないようにってのは気にしねえよって、ほら、それで重心もらっちゃったの、これは彼女の。だからここは力入ってないの、これ。ギュッてやったら、彼女支えになっちゃって、ここを止めてこようと思って、彼女を止めるんだよね。止めないの、だから止めらんないように、ほら、止めらんないように重心が入ってきちゃったの。だからここは力抜く練習だっていうのはそういう話。力入れる練習じゃないの、力抜く練習ね。で力抜く練習でこう自分がこういうところ、こういう足とかそういうとこ自由にしたいの。こう抜いてんのか、とか抜いてんの、全然抜いてんの。よりどころ作らないの、自分がよりどころ、相手のよりどころになっちゃったらやられちゃうんだから、弱いんだからね。あのだからそういう話で、こうね、こう 前に入ってくる、足自由だから。あのこれ不自由なの、これ手やっつけやんに言ったら不自由、自分が不自由でしょ。だから自由なんだよって、どっちでもいけんだよ、後ろでもって、ね、前でもいけんだよって。いや足が自由なの、足が自由、手にかこだわってないので、四方投げの練習があるの、形としてこういうふうにで、ね、こうね、これいらないから、これいらないよ、こうもらったでもらう、こうやって来てもいいよ、いいんだけど、四方投げの形があるから、合気道の形ね。でこうやって四方投げの形で自由に足動かす練習で、こだわらない、こういったこだわってないのか、やられちゃうから、だから視覚が優先、彼女の視覚、こういったこ、そして足が自由、そしてこっち入るんだったらこっちへ、で彼女の重心もらってるね、こうね、そういう交渉
こういう感じ、こういう感じで、あ、そういう練習だと思ってやってんの。だから共通してんのね、共通。怖い怖い怖いよ怖いよ。じゃあ塩投げの形でやってみましょう。今度は今ね、こうやって塩投げやって、こう足忘れてると、こう、それより自分の自由が大事だから、自分が自由に動いてんの、自分が自由に動いて安定してんの、安定してんの大事なので、これ不安定でしょ、こ不安定、足引っ込めるの忘れちゃったから、だったら安定するために自分がこういうふうに、相手が前で力抜けてそういう形したいわけだから、こういう形の稽古があるので、みんな塩投げやろうとすると、こうやってこう、まあ、くぐんなきゃいけないと思ってから、こうやってくぐって、そういうこと忘れちゃってんの。こういう、こっち、こちら足をね、足をまっすぐにして、こういうふうに回ってこうやるっていうのを忘れちゃって、回ること優先しちゃうから、あの形優先しちゃうから、塩投げの形はこう、確かにこの脇の下をこうやって取ってくんだけどね、それよりもこっちの自由、この足の自由が優先してんの。だからこうね、いいよ。それでね、例えばさ、こうなってね、足が引っ込めなきゃいけないのに、こうやって回ることを考えたら、引っ込めるの忘れちゃうの。だから安定してんの、こうやって安定。安定してんの、安定。で、たまたま塩投げの形なんだけど、で、やりましょうって言ってんだけど、いいの、別に塩投げじゃなくても、こうやって外れてきたら、こうやって。こうやって来てもね、別にそっちの方が優先だから。で、自分が安定してんのが優先。形は優先じゃない。そういうふうに思ってた方がいいの。まあそういう話ね。それで今度後ろ入んの、後ろで形優先なの、形後ろ入んの、後ろで形優先なの。大丈夫歯入ってるけど大丈夫後ろ入んの、あれ後ろ優先なの。本当はさよならなのね。さよならもできますよ、だけどさよならもできますよ、だけどここにいたの彼女で、投げようとすると、投げるの優先しちゃうとこうなっちゃう。投げるのなんか優先してないんだもん。自分がさよならしてもいいんだもん。で、くっついちゃったから、くっついちゃったから。で、追っかけてきて、こうね、追っかけてきて、こうやって、買ってもいいよ。まあ、そういう話。だ、優先順位をもう一回考えて。で、入り身投げやってみましょう。どうぞ。みんな形をかけてんだよね。で、こうやって、これ切らなきゃいけないと思って、切るの優先してると、切らなきゃ、形くっついちゃってると、これ切ること、それから後ろに入ってやろうと思ってるの、だから切ること優先しちゃったの、これだ。 こんなのは関係ないんだよね。どうでもくっついていようが、切れ、こうやって離れてりゃ切れるのよね、こうやって。で、くっついちゃったら切れないでしょ、これ向こう行っちゃったら切れないの、これ。ほら、切れなかったらもう一回こうやってやって、それからほら、切れるようになってから切るの、くっつけとくの。だから形を優先しないってのはそういう話。切ってからやろうって言ったら、切って、ほら、切らないと形にならないんだよね。でもそんなことはどうでもいいことなの。使用抹殺ってのはね、どうしてもいいの、これ。くっついてていいの、くっついてて、こうやって、こう切れるようになったら切れるの。ほんで、こうやって後ろ入って、こう、だから形はあんまり関係ないってことで、入り身投げやりましょうって言ったら、後ろ入って、何しろ自分が安定して自由に動いて、後ろに入れた時に落とせばいいんだから。上下ね、上下、向こう投げないで、こうやって上下、上か下、彼女の下に落とした、逃げないように。向こうへ投げちゃうと逃げちゃうから、こうやってやって、こうやって向こうへ投げちゃうと足下げて逃げちゃうよ。逃げちゃったらまたやんなきゃいけないの、また来るからねだから大変だから、逃げないように下に落としてるの、こうやって上上げて下落とすから、下、ここに逃げないように、そういう話で、優先順位の話だね。じゃあ今度こういうのね、こう内側に入ってくの。さっきはこっち入ってきたの。で、今度こっち入るの。こっち。で、彼女崩れちゃったの。そしたらこっち出すの。
カチ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 、うん、ね、そういう話ね。あの形はね、いろんな形あるから、あの人によって違うんだけど、やってる人によって違うんだけど、いや何しろさっきはこっちから入ったの、今度はこっちから入んのね、今度はさっきはこっち、今度はこっち、それでこのまままっすぐ上げていくとこうなるの。これって言ったら、うん、切れないよ。でもこうやっても上げてきたから、ほら、お内側から入ったけど、それで彼女の重心に自分の重心が置き換わっちゃったの。こうやってこうこう手何もしてないね。して彼女の手いらない手、これこうやってやって、こうやってやって、欲しいんじゃないの、いらないんだから捨てるの。こっちこっち、それで自分もらったの。そういう感じね。それが基本の形だと思います。で持ってきたら僕がボワってあげたら重心もらうの。ここ重心もらう、この手やだよ、これこれ重心もらった時にこう来たらやられちゃうんだから、足変えて、足これ足とかね、足で蹴って、ああそうそう、そう来たりするのね。だからこの手はこっちなんですよ。で重心ほらこうね、こうに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 、そうすると向こう行っちゃったから、彼女手はブロックしてるよね、来ないように。で向こうに捨てるの、こうに捨てるの。それだけでしょ、それだけで、ね、それだけ形でやると、そういうふうに何ていうのかな、うん、持ってるように見えるんだ。この手を持ってて、こういうふうにやってつけて、この手をやっつけてるように見えるんだけど、でも実際やってるのは彼女の重心をもらっていらない手を捨てるって、そういう話。彼女の重心をもらう、ここをもらう、ここをこう持って入ってたの、入ってきて捨てる、そういう話ね。で座る、でそこがまあ味噌だからいろんな形あるけど、まあそういう形ね、そういうふうにやってください。こうで手に行っちゃったらこうなっちゃうの、手に行かないの、こう重心もらうの、重心そういうね、遊びだからね、まあ、そういうなんていうのかな、手に行くように形ができてんの、手に行くようにって形ができてんの。でもそれに惑わされないで、本質を見て自分が自由に動くっていうのが一番大事だから。じゃあ入れなかったらこっちに、こっちやってもいいのよ、本当正直ね。入れなかったらだよ、でも入れるようになってんの、こうにこうほら入ってきた、で捨てるのこっち、ほら捨てた、そうするとこうなっちゃった、で倒れちゃった、そういう話だからね。その本質を見るようにして、じゃあ稽古しましょう、どうぞ一挙。あのね、この一挙ってこの手をこうやってコントロールするのはすごい難しいでしょ。でみんな見てると大体ここで悩んでんだよね、ここでこの手どうしようかなって思ってんの。でこれ捨てる手だから、いらない手なの、だからどうでもいいの、これいらないのこうやって捨て自分がここに入ってくるの、こうやってそれが優先なの。でもできないから、みんな一挙の形やるとこうやってやっちゃうんだよね、みんなね。でこやってほしくないんだけど、こうやっちゃうんだよね、やってほしくないんだよね。だから違う練習した方がいいかなと思って、でこうね、正中線でこれいらないの、この手いらないの、捨てるの、こうやって捨てるの、ただ捨てるの、正中線、こうお腹その前、まっすぐ上げるの、内側に入って、この手やだよ、この蹴りやだよ、でこっち入ってきたらやられちゃうんだよ、だからやられない位置で見てて、やられない位置でこういうふうに上げたの。そうしたらこの手捨てちゃうのは、こっち捨ててもいい、何しろ一挙の形に近いんだったら、こういうふうにこう足元に捨てるの、こういうふうにこの手関係なし、捨てるだけ、自分に関係ない、こうやって持ってくれへんの、捨てるの、こうやって捨てるの、そういうふうに捨てて、こうやって持ってきて、でこっちやりたいんだったらこっち一挙みたいにやりたいんだったら、こうやってあげて
ここね、この手やで、この膝やでね。だから来ないように、ああ来ないで来ないで来ないで捨てるの。それ練習最初やってからいろんな方向にね捨て、それから一挙の形やった方がいいかもしれない。それから一挙の形、それから一挙のこの手こういうふうに上がってこないと取れないんだからね。この手いっちゃったら やられちゃうんだから、だから捨てちゃってこうね、捨てちゃって、そうそう、そして向こうに投げちゃうって、捨てちゃういらない、そういう形、意識の練習から少しやった方がいいね。形の練習は後で。じゃあどっか捨てる練習、難しい、どういうふうに言ったらいいかな。こうみんなここいる手にしちゃってっから、こうやってこうやっている、手いる手、いらない手なんだけどね、いらない、いらない手なの、いらないの、いらないの、いらないの、あ、これいいね、こうやっていらないの、いらないの、いらないとこで、いらないの、これでいこう、これでいこうで、これでこれをね、これいらないの、いらない手なの、いらない、これいらないの、いらないの、いらないの、ほら、いらないの、捨てちゃったの、捨てちゃったの、そういうふうに、いらないの、いらないの、いらないのって、そういうふうに俺が一生懸命言ってんだけどさ、みんなこうやってこういる手にしちゃってっから、いらないんだから、これいらないんだよ、いらないんだよ、それだから首もらえたんだよ。だからね、今足動いてないよね、足、さっき足動かしたの、足動かしてこっちだ、いらない、今度足いらないや、いらないや、足はあんま動いてないね、ただこの手いらないってば、この手いらない、この手いらない、向こう捨てたの、向こういらないと捨てたの、ただちょうど首が、首のとこに、ケツのとこにね手がある、あーいらないって、こういう感じで、ここにいたらやられちゃうんだよ、ここにいたらね、急所とかね、だから この手いつも感づいてるって、この足感づいてる、でいつもだからこう来ない、来ない、こっち来ないでね言ってんの、この手でね、こう来たらやられちゃうんだから、だから来ないでね、それでから出てるの、それから固めてるの、いらないんだけど、このまま下がればこういうふうに三挙の形、三挙の形ね、まあそういう話。じゃあちょっと今度頭の方からちょっと入って、いらない、何しろいらない、何しろいらないんだからとね、こう捨てろってかいろいろ言ったんだよね、こうやって捨てろとか、こっちから捨てろとか、この手捨てんだけど、それの優先順位は捨てるのが優先順位一番になっちゃうと、傾いてやっちゃうことになっちゃうの、傾いちゃうの、優先順位が高いのは自分がまっすぐ、自分が自由になるため、自分が自由になるために捨てたの、だから自分がまっすぐの方が、まっすぐって姿勢が正しいとか、自由に動けるとか、自由だとか、その方が大事なの。でそれを忘れて、これ捨てることばっかりかってきちゃう、なったら曲がっちゃうんだよね。だから曲がんないの、こうやってほら曲がってないの、これこっちの方が大事だから、そしてボカッてこれ自由にできるの、これそういう話だからね。だ優先順位は確かに捨てろって言ったんだけど、捨てるのが優先順位一番にしちゃダメ、いつも自由、その合気道はいつも自由、受け身の人も自由、僕も自由、その自由の追求だからね、自由のためには姿勢がちゃんとしてなきゃったらダメなの、囚われてることになっちゃうから、だからいつも姿勢、いつも相手の攻撃考えてる、感じてる、で自由に動く、そういう話だからね、それが最優先だから、何やってもそう、だからいつも姿勢ちゃんとしてほしいのね。で今度はこうやって来たんだけど、こう来たんだよね、捨てる、これいらないから捨てたんだよね。で今度はこうやってこっち入んの、足重だから、足でこう足今度重にする練習、いろんな形あるの、いろんな形で練習しないと、一つだけだとダメだから、いろんな形な、何しろ自由になるの、自由に自由に、ほら自由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 なの、自由なの、自由が優先なの。最初のうちはね、自由でもね、みんなね、最初のうちは形にとらわれちゃってるっていうか、とらわれちゃってるってことは自由じゃないってことなの。
形を良くしようとか、形相手やっつけてやろうとか、自由なんだから、自由やっつけなくたっていいんだよね。ほら後ろ入ってんの、ほらこういうとこ気がついてるから、気がついてるから、これやられちゃうだから後ろ入ったので、四角なの、ちょうどたまたま四角な、たまたま四角な、そしてこういう風に入ってきたの。そしたら彼女はリカバリーしてくんだよね。こうこうこう肘鉄やりたいんだよね。こうやって入ってきて肘鉄、あーって顔にいたらやられちゃうの。だからこっち入ったの、こうやってこうやってだから肘鉄の理由して、こうやってこうやってこうやって出てきちゃったの。だから自分まっすぐで自由、まあそういう話ね。じゃあこう入ってきて、こうね、ほら、ほら肘鉄来たよ、肘鉄思い通りだよ。彼女来るの分かってんだから、肘鉄こうやって来たら肘鉄来るんだよね、ここにいたら。だからもうちょっと入って来て、ほら来てもいいようなところに来てんの、ほら。そしてこう出してきたの。そういう話だからね。あの自由が最優先、あの姿勢が最優先、そういうことを。もう一回、じゃあいろいろやっていいよ、あのいろんな塩投げとかいろいろ何でもいいや。で、まあ少しやってみましょう。どうぞ。